クール村で謎の奇病が蔓延し、それを治療しに向かったミリーのパパも奇病にかかる。みんなの病気を治すため、ミリーはメトークス山に向かう。山頂の薬草を取りに行きます。タレントはまあまあですね。マナの祝福は紋章術師しか持ってないタレントですね。があると料理の回復アイテムが作成できるので結構便利です。敵か。みんな油断するな。よし、まあこんなもんかな。
こんなもんかな。やった。山はさらに北になります。パパはまだ大丈夫なんですね。余計なことしてるからエンカウントしちゃうんだぞ。強烈ハッハッハッ。こんなもんかな。メトークスに着きました。フェルウォーム戦です。ここは演歌ですが、そこまで強くありません。このグラフィックの敵キャラは結構攻撃を防がれることが多いです。強烈ハッ。まあこんなもんかな。よし、みんな頑張って。さあ強烈ハッ。さあこんなもんかな。まあいいか。ここは回復ポイントです。みんな油断するな。強烈ハッ。やった。まあこんなもんかな。2回目の固定演歌です。みんな頑張って。はっ。強烈ハッハッハッ。強烈ハッハッ。強烈ハッハッ。まあこんなもんかな。やった。恐ろしい病気だ。でっか、行くぜ。じゃあ、さあ、じゃあ、さあ、はあ、さあ、はあ。
まあ、こんなもんかな。よし。山頂に着きました。それだけで足りるんですか？もっといいものがあるからの直せるかわからない。してるんですが、
動けるようになったので、一通り見てきますか。何もありません。ただの演出ですね。
剣敵より弱い。強烈波！はっ！強烈波！やったね！敵だ！みんな頑張って！強烈波！はっ！はっ！ハッ！ノープ！さっ！ハッ！さあ！さあ！さあ！ハッ！強烈波！さあ！やったね！一撃で倒せるんかい。処理するんですかね。Thank you.
肉眼で見えるなんて相当近いんじゃないか。Thank you.